にちは。おー、配信予定見た。え、これってさあれなん、あの公園にかぶったらあかんのかな。いつものショールームと一緒。しげやんさん、ギフトありがとうございます。一緒な感じですかね。なるべくだね。あー、やっぱりもうこれが一番いいんだけど。前髪上げて。何もしてない今日。セットもしてないから全然上げれる。バビ春休み。ハバリビ、ハバルブヤはすぶみびデスベデベスブデベ。キョボーボーワバムグムブボムグボボえムグゴボムちょやめよう。リカちゃんと勉強してる。リカはちゃんと勉強してる方いやと思う。あれ1年間を振り返ってのコメントに、あれ理科の先生が真面目に取り組んでくれたと思いますみたいな書いてくれてた。すればバーベン、すればいごやん。え、いつももっとスラスラ言えんのにさ、なんか今日めっちゃ喋られへんねんけど。ピロピロヒロシタンさん、ギフトありがとうございます。前髪さ触ったらなんか出てきた長いのが。Kさんギフトありがとうございます。いやバビーって書いてたからさ、バビー語言おうと思うやんね。ハマッチさんギフトありがとうございます。昨日の絵日記、絵じゃなくて文字じゃない。あー、ほんまや、ほんまや。あー、確かに絵描いてないわ。まあ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 、まあ、今日は絵描き気分じゃなかったですよ。そういうことです。ゆるゆる公演お疲れ様です。ありがとうございます。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。めっちゃなんか出てくんねんけど。何、都市伝説は死んでいる方ですか。そんなかな、別に。遊びに来たよ。やったー、ありがとうございます。ポンギーさんギフトありがとうございます。固定コメントピン止めした方がいいで。固定コメントってピン止めどうやってする。書いたやつやんな。いっちゃんした。どう固定、こ、あった、これや、よし、いけた。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。見つけました。見つけましたよ、黒島は。今のスーパー戦隊は王様戦隊キングオージャーです。王様戦、王様が戦う、王様の部下とかではなく。足立ちゃんさんギフトありがとうございます。え、いっちゃん上が戦って負けたら終わりじゃない。まあまあまあ、まあ、まあそういう時もあるよね。だっていっちゃん上が行ってもうたら終わりやん。
旅行行きたいな。どこ行こうかな。いや今さ、あれやりたいことリスト100個のやつをさ見てて、どこ行こう。大阪どこや。おった、ここら辺近く。鹿児島岡山行きたいな。ペンギンさんのお得意語。ペンギンさんはね、家知らん。プリキュアは好きですか。プリキュアも好きじゃなかった。あの動物が出てくるタイプのプリキュアは好きやった。なんかよう分からんけど、なんかさ、なんか書くわ書くわ。なんかね、プリキュアってめちゃめちゃ目キラキラしてるよな。なんかこんな動物のやつありやんこんな動物の出てくるやつやったら見てた。なんか動物がおったら見てた、ね、人間だけのやつあんま見てなかった。人間だけ、人間だけのやつも見てない。目キラキラしてるで、目欲しいんだってんねんけど、おもろ。発光してるやん。光源光源。ピューロランドのライブ楽しかったですか。めっちゃ楽しかったですよ。プリンくんにちょっと惚れた。めっちゃ可愛かった。だってさ、舞台上だけじゃなくてさ、あれやで、戻ってからもずっと可愛いんやで。何あれ、可愛すぎやろ。あ、ジュエルペットみたいなやつは見てた。ポンギーさんにしてありがとうございます。なんかそれだけ見てたかもしれへん。新仮面ライダー泣けたし笑いました。伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。プリン君って男の子だったのか。そうだよ、男の子だよ。可愛くない？めっちゃ可愛かったん。何回も言うけどめっちゃ可愛かったん。可愛すぎてさ、ちょ、可愛すぎてさ、もう可愛い、めっちゃ可愛い。可愛ちいね、かわちいね。ポギーさんギフトありがとうございます。どうも、連れて帰ってくればよかったに、ほんまによ帰ってか、帰って抱っこして帰ってきてよかった。プリンク一緒に帰ろうねーって言って帰ってきたらよかった。後悔やわ。めっちゃ可愛かった。小川みたい。可愛かったねー。
こんにちは。あやぴょんから生誕ティーとかもらえるの？あれ枚数決まっててさ、多分自分とあみちゃんだけかな。家族用と、家族っていうかあやぴょん用とだと思うよ。ゆきのちゃんの時にさ、あれファンの人にもらってさ、ゆきのちゃんのやつだけ持ってんねん。だから嬉しい。本物のサンボート乗ったことあります？ありますよ。なんかね、あるで、全然あるで。え、今度乗りたいなと思って、誰かと一緒に乗りに行こうかな。え、なんかさ、乗ってみたって言ってさ、乗せようかなって思ってる。ポンギーさんギフトありがとうございます。いいですよね。こんにちは。はじめまして、黒島と申します。ボソボソやん。はじめましてでこれやってちょっと言えよ。ソルさんギフトありがとうございます。リクアワの投票って今日までなんですか？今日の11時59分までです。お早めにサンボートに。よければサンボートにご投票ください。スワンボートね、いいですからね。スワンボート同情会。めっちゃおもろいやん。何しゃべるんよ。綺麗ですねとか言って。やば。楽しいですねって言って。途中からさ、漕ぎすぎてもう足動かなくなりそう。でもおもろそうじゃない？めっちゃいいやん。消毒どうするんやろ、一回ずつ。山おじさんさんギフトありがとうございます。僕のは黒島ちゃんに任せるわ。ね、そういう人もいるでしょ。もう M2 さん、 M2 アットマークかましもやようさんギフトありがとうございます。リモートスワンボート。もうもはやお話し会やん。ちょっと背景違うだけの話かいやん。今日めっちゃ眠いんやけど。さっきもな、10分寝た。眠たいよ、眠たいよ。皆さんにお聞きしてよろしい？待って、さっきこっちが食いなら息切れで話できん。そうか。え、二人で焦がれへんのかな、覚えてないねんけども。お聞きしたいんですけれども、黒島といえば何かありますか？黒島といえばっていうものありますか？黒島といえば〇〇でしょうみたいな。香港さんギフトありがとうございます。いや別になんか特に何かがあるわけではないんですけど、
チカポヨさんがカーって強すぎやろ。おお、黒島といえばペンギン先生でしょ、猫かぶり。的確。メモしていこう。別に何かがあるわけではないけど、猫かぶり、ペンギン先生ちゃうねん。でもな、ペンギン先生はな、卒業してしまったらもう終わりなんです。いやーやだー、あと2年しかない、もう嫌やー。ウィーン、黒島動物園があと2年で閉園するんですよ。ブリッジ、お、昔のやつ折り返してきたな。もうせえへんし、画像上げたらあかんで、振りちゃうでこれがち。違い保険、違い保険、違い保険、おもろいな。黒島といえばで違い保険出てくるのめっちゃおもろいねんけど。違い保険言うのペンギンだけじゃなくなってくるかもしれん。へへへって、あー確かにそれはそうかもしれへん。やっとやっとまともなん出てきた。ゆきのちゃんのポニテで遊ぶの可愛かった。ゆきのちゃんのポニテで遊ぶの好きやねん。めっちゃ長さあるやん、だからさめっちゃ楽しい、いっぱいできる。公演後の方がなやりやすいねん。ペンギンは取れない、飛べない飛びです。改造したらいけるかもしれん。ペンギン先生他の学校に行く可能性もあるで。いや集会で言うてたんですよ、待って、パツンじゃなくなってる。昨日ゆきのちゃんにさ流し可愛いなって言われたから、もう流しとく。流しにしとく。あれよ、ペンギン先生が集会で同じ学年かどうかは知らないですが、この学校にはいると思うのでみたいな。うれちい、うれちい、うれちい。別にどっか行ったらもう許さんからな。ブリッジ見たことありません。天才、やっぱりこういう、やっぱりそうだ、私黒島ちゃんなんかもそんなブリッジなんてするわけないじゃないですか。京都はどこにあるか分かりますか。京都はあの近くやろ、あのちょっと行ったとこやろ。分かる分かる分かるよ、分かる分かる。あ、ポンギーさんにしてありがとうございます。スワンボート職人あったな。じゃあね、集中してやったら黙るのと、人が多かったら黙るんですよ。で黙ってやってたら声が出えへんくなって喋られへんくなるっていう。はるさんギフトありがとうございます。ブリッジって何ですか。おー、やっぱりね、そんな黒島ちゃんがブリッジなんてするわけないでしょ。学年持ち上がりじゃないかな、基本そうなんですけど、たまに違うかったりするんですよ。角曲がったところが京都、近すぎやろ。人狼の裏切り者。ちゃうねん、あ、じゃあちゃうねんとか言ったらあかんねん。ですから裏切り者っていう言い方が悪い。ほぼ初対面で、私あの名前とか全然覚えてなくて、ほぼ知らない感じだったんですけど、隣ゆきのちゃんで、であれなんです、そう、何の話だったっけ。コメント読んだら飛んだ。あ、50カウントありがとうございます。裏切り者、そう裏切り者よ。あれ、私が人狼やって、アミちゃんが占い師やって、私が占い師じゃ霊媒師やったんか、霊媒師やったんですよ。で霊媒師は少ないやろうと思って、霊媒師って言うたら、私がならなんかアミちゃんもおって、アミちゃんめっちゃ焦ってて、違うねん信じてって言ってて、でもやっぱり年下かわいそうやん、かわいそうやし、
こんな子が嘘つくわけがないみたいな感じになってて、そう勝手にみんなが騙されていった、そうそうそう騙されていった、そうやそうやそういうことや、私は騙したんじゃない、騙されていったの。あ終わる。八木と伝えないでしょ、そうだよ。香港さんギフトありがとうございます。まず名前覚えるようにと言われたはず。じゃあねほのかちゃんとやよいちゃんは覚えてた。で隣におる子はおそらくゆきのちゃんっていう子でしょうっていうことも覚えてた。で今日誕生日の子がりさちゃんっていうことも覚えてた。もうそれ以外があんまり覚えてないかもしれん。年下を信用させよう作戦。人間が動物に変装するのをヴァンパイアと言います。へえ。コーナーさんギフトありがとうございます。そうなんや。ほう。何言おうと思ったんだっけ。あれ何言おうと思ったんだっけ。ジュンジュンさんギフトありがとうございます。あ、そうそうそう、お姉ちゃんのさ友達とさあれよやった時も人狼した時も私あれキツネやって、キツネのやつやってでなんか全員騙して終わったっていう、めっちゃ気持ちよかった。香港さんギフトありがとうございます。アイロンしてないからめっちゃうねてる。まあええわ。水谷豊さんが狼に変身していたドラマヴァンパイア。ふん、狼に、ふん、そうなんや。今の仮面ライダーキツネ、そうなん、虫じゃないんあれ、すごい変わったな。騙せるのは一回だけね。そうやね、もうこの子騙すわって分かったらもう終わりやから。狼男アメリカ見たことありますか。ないです。香港さんギフトありがとうございます。虫がネタ切れになったか。言い方よ。虫がちょっとね、うん、虫食べれる、食べたことない、嫌や、めっちゃ嫌や、あ、めっちゃ嫌やとか言ったらなんか やられそう。香港さんギフトありがとうございます。上田和樹さんもギフトありがとうございます。仮面ライダーが赤いキツネと緑のタヌキ、そうなん、そうなんや、そんな時代が来たのね。あ、そうや、これ見てたい。日本狼は絶滅しています。そう、かわいいのにな。虫食べるのは見る側も楽しくない。確かにそれはそう。それはそうやな。 B2 公演で見てほしいおすすめの曲はありますか。ダンが意外と好評、好評っていうかなんかいつもダンよかったよって言ってくれるから、ダンかな、かな。虫とバンジーは先輩たちやってきたこと、虫はいらんけどバンジーやりたい。え、虫はちょっといいからバンジーやりたい。え、バンジーやりたい、バンジーやりたいって書いてんねん、やりたいこと100個に。どこやったっけ、書いてんねん、バンジーやりたいって書いてんねん。どこやったっけ、ちょ分からんけど高いとこ怖くないの。え、全然いける。
香港さんギフトありがとうございます。私高いとこはいけるねん。ハート型のセリフください。よし、Kさんギフトありがとうございます。誰も見てませんように。そうだな、そうだってな、誰か見てたらどうしよう、鬼恥ずかしいねんけど。顔隠そう、声だけ。じゃあやめとこう。うん、ちょっルームスでやるわ。先輩とは喋れないの。先輩あんまり喋れないですね。もうなんかあっってなって。さくちゃんは絶滅殺し神少女なんですね。そうそうなんですよ。めっちゃ黒、でもちょっと茶色になった気する。アイロンするからかな。絶叫マシンとお化け屋敷を全然着る。え、絶叫めっちゃ好きやね。乗りたい。ペンギン先生潜ってたら草。それはそう。昨日の公演最高でした。やったね、嬉しい。わーい。あ、スカイダイビングもしたいって書いてるわ。絶叫好きやねんな。ルームスに逃げた。ルームスやったらあれやから、もう知人は取ってないから大丈夫。そう、え、楽しい、よかった。ショールームめっちゃ喋るの。ペンギン先生できて、いやいやいや、ペンギン先生今何してんやろな。アイドルがお化け屋敷行くの見て楽しい。全然行くで。よし、ちょっと待って、ランキングも10、まあ、待って番号ないんだけど、1234567891011121213、はるさん、13位はるさんありがとうございます。12位コーナーさんありがとうございます。11位じゅんじゅんさんありがとうございます。10位ワンタンメンさんありがとうございます。9位が岡崎ジュニアさんありがとうございます。8位がポンさんありがとう、ボーンさん、ボーンさんありがとうございます。7位がシータンさんありがとうございます。7位、あれ、7位がシータンさんありがとうございます。あれで、6位がスマタンさんありがとうございます。5位がヤン008さんありがとうございます。4位がダテちゃんさんありがとうございます。3位がハマチさんありがとうございます。2位が香港さんありがとうございます。1位が山おじさんありがとうございます。ありがとうございました。今日は囲み式会見なので、囲み会見なので、そう、劇場に行ってまいります。ありがとうございました。お疲れ様です。行きたいな、普通にお化け屋敷面白そう。お疲れ様でした。昨日さ、お見送り会でさ、めっちゃさ、ありがとうございましたっていつも言うんだけどさ、お疲れ様でしたって言うてもうてさ、何思ったんでしょう。次は、次まだ決まってないねんな。劇場行って時間空いてたら、余ってたらちょっとだけやるかもしれん。それが無理やったら帰ってきてからします。ということで随時連絡します。お疲れ様でした。バイバーイ、また来てね。